です。今回は考察動画をお届けしたいと思います。よろしくお願いします。本日の内容は、5月16日にコラボイベントが開催されるということで、コラボ自体、広角機動隊コラボ、9月17日以来の約8ヶ月ぶりになるということで、かなり久々ですね。で、コラボの内容も驚きで、今回なんと、国民的人気キャラのガチャピンとムックとのコラボを開催するということです。いや、これに関してはちょっと個人的に非常に驚いて、まあ、嬉しい思いがあるんですけど、ちょっともしかしたらね、嫌なタイミングで来ちゃったなっていう人がね、意見もあったりするんじゃないかなって想像してます。っていうのも、今ガチャで、ヤマタノオロチ実装されてて、そっちでキラキラ使い切ってしまったっていうね、予想してるからです。まあそこで使い切っては、キラキラがないぞっていうね、まあそういう不安もあるかもしれないんですけど、まあ下手したらキラキラなくても、広角機動隊のコラボでもあったんですけど、チケットで弾ける可能性もなくもないので、私もそんなキラキラないのでそっちに期待してるって感じです。はい。ということで、いや、っていうかこんな形で実装するんだね、今回。ちょっとそのガチャピンとムックのコラボに関しては、実は私も前々からなんか出そうだなっていう感じは思ってたんです。ただちょっとキャラ自体はね、なんかキティサーバルみたいな感じでコスプレして実装するのかなって思ったんですけど、あ、そうか、こういう形で、すげえな、やっちゃうんだ、やっていいんだって思いましたね。はい。で、そのイラストと一緒にプロフィールもありましたので、ちょっとご覧ください。ガチャピンとムック知らないっていう方、多分ほとんどいないですよね。もうなんだったらもう世界で活躍されてるキャラなんで、やっぱガチャピンといえばそうですね。やっぱ私もそうなんですけど、スポーツ万能の印象が強いです。冒険が好きっていうのは初めて知りましたね。で、宇宙にも行ったってこれマジですか？宇宙のガチャピンですか？ちょっと荒井先輩とタメ張れるレベルじゃないですか、これ。で、あとあれ、ガチャピンといえばね、歌、食べちゃうぞって歌があってね。まあ、それが、なんかもう、あれが、もう、獣フレンズの一つの名言の根源と言ってもね、過言ではないかなって思ってます。はい。まあ、ガチャピンはもう知らないって人はまずいないからね。多分、ステータスに関しても性能破格になると思いますね。はい、続いて、ムックですね。今、こちらもすごい、今人気になってるんですかね。ちょっと私ね、あんまりムックの印象、よくわからなくて、ガチャピンよりはやっぱり、ちょっと控えめな感じになるのかなっていうイメージはあります。もうガチャピンとムックどっちが好きって全国でアンケート取ったとしても、多分 7,8 割ガチャピンって答えるっていうくらい差が出るかなっていうふうに思いますけどね。申し訳ないですけど、なんかムックに関しては私のイメージはやっぱガチャピンの後ろをついてるっていう感じなんで、まあでも今そう、ここにも書いてあるんですけど、ピアノがやばいんですよね。私ちょっとそこあんまり見てないんですけど、なんでまあガチャピンほど目立ったイメージないから、なんとなくステータスの方も控えめな感じで実装するっていうふうにね、予想します。はい。まあ、そうですね。今回は、もうキャラとして、もう、非常に有名な分、前回の広角機動隊コラボよりかは、引く人かなり多くなりそうですね。まあ、性能に関しても、コラボキャラって基本的に破格性能ですし、で、今回に至ってはもう、ほんと、知見的にも、もうあまりにも有名すぎて、弱くないとか微妙っていうことには、そうそうならないっていうふうに思いますけどね。で、こちらちょっと個人的な属性と大まかな性能のね、特徴を予想してみました。はい、まずガチャピンの方ですが、属性はまあ見た目的にフレンドリーかアクティブになるのは間違いないでしょう。まあプロフィール見た感じだとフレンドリーよりかはアクティブの印象の方が個人的には強いですね。で、性能もアタッカーよりかはバランスという予想をしました。まあ今アクティブのね、アタッカーとしてヤマタノオロチが実装しているので、多分そこは属性はどうかわかりませんけど、分ける形で実装するとは思います。まあおそらくサーバルとか属性別のドールよりかは強い形で出るんじゃないですか。なんせ元祖食べちゃうぞなんで。サーバルより強く、もうなんだったら全フレンズ最強にしちゃってもいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。まあどうなりますかね、楽しみですね。はい。で、一方のムックはですね、まあ色的にファニーかなって思いまして、性能はやっぱサポートの方に行くのかなっていうふうに思ってます。まあでもさっき言ったんですけど、ガチャピンよりかは控えめなステータスになるっていう予想ですけど、それでもコラボにとしては文句ない性能を持ったサポーターになるかなっていうふうには考えました。プロフィール見た感じ、なんか食ってる印象も強いので、回復関係のスキルであったり、まあこっちのその現実のではピアノとか予想してなかった才能を持ってる分、こっちでも今までにない性能であったり、今までのサポート系フレンズとはしっかり差別化されてて、かつ需要性高くして実装してきてもいいんじゃないかなっていうふうには思いました。
なのでムックも十分、下手するとガチャペンより価値ある特化性持った形で実装する可能性もあるので、ちょっとこちらも見逃せないかもですね。はい、ということで考察は以上です。あくまで私の考察ということをね、ご留意ください。いずれ公式から情報が送られるので、それまでお互い待ってね、その間にできるだけキラキラ貯めるなりしましょう。では皆さん、国民的スターの2人をお迎えできることをお祈りします。